お疲れ様です。え長、ー、倉です。えー、今日はですね、えー、なんと、え角、ー、川の編集長である伊藤直樹さんにですね、はい、えー、急遽、えー、ゲストにして来てもらってですね、えー、中西さんとともに、まあ、いろいろお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。あり,ありがとうございます。えっと、中西さんとですね、まあ、伊藤さんは、この、えー、神メンタルというね、 あのベストセラーで、まあ、ちょっ編集のね<で>お手伝いをさせていただきした。ということで,、うん、でこの本がですね、まあ、今もっと売れてると思うんですけどもで第2弾が出て、はい、7万部で,で累計20万,20万部突破ぐらいですねという形になってると思うんですけどもやっぱり今ね現役の編集長である、まあ、伊藤さんからですね今後ねどういう著者が求められてるのかとか。 あのじゃあまず第一段階でなんでこの本が売れたのかとかっていうのをですねちょっと分析、えー、してもらってですねその辺を聞くと皆さん勉強になるのかなと、うん、それで今後まあ本出す出さないはともかくとしてねなんか情報発信するにしてもやっぱこういう人が今後伸びていくとか受けるんだろうなっていうのを参考になるんじゃないかなとやっぱりねどうしても僕とかもう現役からも離れて8年とか経っちゃってるんであのやっぱり。 全然わかんない部分あるんですよね。そういった意味で今日はね特別に伊藤さんにですね忙しい中来ていただきましたんで、えー、そんな話をしていただきたいなと思うんですけども、えー、まずこのこの本はなんかどうやどうして売れたと思われますか。いやざっくりさざっくりした感じ。でももう僕その長倉さんとの関係ってうん、うん、長倉さん師匠だと思って、うん、もうちょっと隣にいてすごい緊張して <laughs> そのしでも師匠の教えどおりずっとこう純朴にやってきたっていうのがありまして、うん、やっぱ永倉さんから教えてもらったことでやっぱ一番はタイトルとカバーでだいたい78割決まるっていうのと、うん、あと前書き含めると大体8割ぐらいそこの3つの要素で決まるっていうのと、うん、や帯のコピーとかは。 本当にあとそのタイトルは「降りてくるからそれまでずっと考え続けて降りてくるのを待つ」とかっていうのを僕は教わってましてそれを実践してで僕すごい今のこう出版の編集の人たちにちょっと言いたいんですけどこの視覚の囲みってすごい増えてるじゃないですかずっと。で僕これ長倉さんに教えてもらったんですよ。ずっとあのこれを地道に 続けてったら今みんなこれ使ってるなと思って。あ本当に <laughs> これはもともと長倉さんが開発したんですよっていうのを僕は世にもうちょっと。 知っってててもらいたいなっていいたうううふうに思っていて <laughs> まあそうだね伊藤さんとの関係っていうとなんか本当に僕が独立した当初ですよね児、はい、玉歩さんの首でも年収1億円って本がありまして、うん、まあそれをなんかその児玉さんの本を手伝うと同時にこう伊藤さんと一緒に仕事させてもらったっていうのがきっかけなんですよ、はい、だから本当に僕もあの本でがあったからねなんかその独立した後もなんか。 偉そううな態度取れたと思うし最初のね <laughs> ちょっと関わった本が売れなかったらちょっとかっこ悪いじゃないですか、うん、まあその中でね伊藤さんと一緒にやらせてもらって本当になんか本当にあれはなんか結構僕の中でも結構多い思い出で、うん、なんかすごいね迷惑かけちゃったかなと思うんですけど、うん、いやいや全然全然なんかいろんなことやったよねなんか会社に殴り込みじゃないけど、うん、なんか「うんね、<laughs> もっとやれよ」とか言いに行ったりとか、はい、営業にね。だすごい なと,ったりとか,なんかすごい迷惑かけちゃったなと思うけど、はい、なんか今思うと僕もいい思い出だったし、うん、あの本当にそのきっかけをね与えてくれたんで非常に感謝しててしかもね、うん、なんかそんなふうに今もね言ってくれてるっていうの、うん、市長って言ってくれてたりとかね、うん、さらに僕の市長の中西さんともお仕事をしてたりとかねなんかそういった感じですごく今、うん、嬉しい限りなんですよね。はいうん、そんんなな中であのこの本がなんかこう、まあ、売れてていくにあたってなんか、はい 気づきとい何か,かありましたか、こういううう本が売れるんんだな、いか <laughs> なと<か>。そうですね。なんかこうやって売れてこういう本あこれはこう,いうこうだから売れたとか、えー、っていうのってやっぱりありましたなんか、うん、でも一番はやっぱ本当に長倉さんに教えていただいたその著者さんの覚悟、うん、どんな企画いい企画であろうがどんなにそのいいテーマであろうがどんなに著者が有名であろうがその人が本当に売るという覚悟を持っている。うんうん 人と組む、まあ、誰と組むかっていうのをいつも長倉さんに口酸っぱく教えていただいたんですけどやっぱそれがすごく強い方で,、うん、でなんかちょっと言語化できたなって思うのが、うん、その本当にあ,のあまり外には出してないんですけど、うん、あの売れる売れる,ん売れる著者がが使うう言葉っていうのがあるんですよ、うん、これを使った人は絶対にベストセラーを作るっていう言葉がありまして。うんうん それが何かっていうと私は本を出したいっていう人は大体売れなくて、うん、作家になりたいっていう人は本当に覚悟が違くて<ー>こうベストセラーを出してくる確率が高いなっていうふうにうそういう人間になりたりでいはい。ねうん、だからその先ほどの長倉さんのご質問にお答えするのであればどういう人間になりたいかっていう、うんうん、何をしたいかじゃなくてどういう人間になりたいかっていうワードを。 あの目標としてこう口に出している方っていうのはすごくどんな情報を発信されても伸びていくんじゃないかなっていうふうに思います。んさんはあのデビュー作デビュー作ではなかったですね,ですね 1>, 1作目に「鈴木さんの成功」っていう本を出されていて 2> で2作目になるんですけどもまあその本も一応1万5千から2万部ぐらいは売れていてっていう形でしたね。 じゃあこれでまあこの本をなんかやるにあたってじゃあこう最,初最初からう結構いい感じだったの最初かからいい感じでしたねあ、まあ、タイトルがあれなのかなやっぱり目を引いた感じ、うんまあ、で星さん自身がすごくファンの多い方だったっていうのもありましてしかもその口コミが広がりやすい女性の方にすごい、うん、えと人気の方だったので最初の広がりっていうのもすごく。 でもやっぱそれだけだとさでもね3万とか4万とかで止まると思うんですけど、はい、その後ガーって十、ね、何万部までいったっていう理由、はい、今ってねやっぱり僕らがやってるところより10万部コストですっげえ大変だと思うんですけど、はい、なんかその要因ってありますそのやっぱ長く売るって大変じゃないですか、はい、僕も短期的に売るんだったらなんかできなくはないかなと思うんですけどその人の人気とかでね。はいはい、やっぱでも3ヶ月4ヶ月後 売り続けるっってすっげー大変だななななと思うんですす、はい、仕掛ければいいいっっててもじじゃゃなくなってくるじゃないですか、はい、だからそこら辺がなんかこれはの本でうまくいった点っていうのは何かありますかでもそれも本当に長倉さんに教えてもらった通りで <laughs> あの僕今でも忘れないんですけどやっぱ「勝つまでやる」っていう言葉あ,、はい、あれはやっぱりその著者さんと一緒に「勝つまでやる」っていう、うんえー、意思疎通ができている作家の人とをやると、うん、やっぱりあの。 継続的に売れていいくというかうこの施策が当たらなくても次これ次これっていうふうにとにかく当たるまでやり続けるっていうふうなマインドになっていたのでそこは本当にお お互いがそのやっぱ誰と組むかっていうので組んだ相手がそういう星さんみたいなその勝つまでやるっていう方で僕も永倉さんに教えてもらった通りの勝つまでやるっていうのでお互いだからなんかそのお互いが知らないところで動いてて多分長倉さんも分かると思うんですけど長倉さん長倉さんで売るために動いて作家さん作家さんで売るために動いてる それがなんかこうシナジーになった時に初めて爆発するみたいな瞬間が実際にあったりしました、ねうんうんでまあ制、まあ、作家で、まあ、何をっていうか、まあ、多少、まあ、少しねあの中西さんもちょっとわ加わったということなんですけども中西さんとこうちょっと関わろうかなと思った理由っていうのは何かあったんですか 長倉さんが師匠って言ってその師匠と一緒に本作りがしたいなってずっと思ってたっていうのと、うん、あとはそのやっぱ神田正則先生の「非常識な成功法則」っていうのが僕の、うん、人生を変えてくれた一冊でもありまして、うん、まあその,あの編集の担当であられる中西さんに、うん、ぜひちょっとあの編集の協力っていうのを、うんうん あの脱線してみたいなと思っていて、本当運命だなと思っていて、うん、中西さんにお会いした時にちょうど星さんの本をやってたんですよ。だ,ね、だからあの本当偶然で中西さんにお会いしたタイミングでこの本の編集の協力してくださる方を探していて、うん、でじゃあこうぜひっていうことで本当に組み合わせの妙というかタイミングでこの本の スピード感みたいなものを、視聴、うん、感みたいなものをもっと演出してもらいたいんですっていう相談をさせていただいて、うん、あそれだったらちょっとできるかもっていうことで、うんえー、一緒にやらせていただくことになりました。うん、やっぱり非常識な成功法則ってやっぱりこうその当時読んでたって感じなんですか。はい。えー、あでもちょっと遅れてですかね。でもそうだよね。だって古いっちゃ古いからね。はい、2002年。2002年ですもんね、はい、出たのはね。うん。 新相場になってからですねあじゃあ年とかかはい、うん、2009年とか8年とかそのぐらいに読ませていただいたと思いますそれはやっぱりなんかこう編集者として衝撃だったのかなんかこ普通にビジネ社会人として,として、はい、人間として衝撃でしたね。えー じゃあや,やっぱり神田さんの本とかってやっぱりいろいろその後読んだりとかはもしいはい神田先生の本は全部読ませていただきましたけど、うん、やっぱり戻ってくるルーツはまあその永倉さんの音楽の話じゃないですけど、うん、やっぱ非常識な成功法則に返ってくるっていう、ねうん、やっぱりそこまでこの本小説にのめり込むっていうのはあったんですけどここまでそのビジネス書にのめり込むというか寝食を忘れて本を読むっていうこと。 が初体験の本でしたまあ勢いありますよねそうです神田さんの人さんって結構そういう人多いよねずっと小説とかはその読んできたんだけどビジネス書ョ読んでハマるっていうのって神田さんが初体験って小坂井啓津郎さんベンツがフォードアあの人も神田さんの本が初めて初めての本って言ってましたね本読んだことなかったぐらいそういうのベストじゃなかったからねでもあの本 だから結構編集者たちの間でも結構あの本は結構有名というか編集の仕方っていうかなんかそこがんかそのテクニックがどこまでね加えたのかっていうのはあるんですけどやっぱり読みやすくしたっていうのはやっぱ中西さん意識してたんそういった意味でですね非常識な成功法則っていうのは結構今の世の中のベストセラーにすごく影響を はい、与えていいると思います、ね、その作り手がみんな影響を受けてるので、うん、だからあれ自体がそんなベストセラーじゃないんですよね実は100万部売れたわけじゃないじゃないじゃですか三0万とか、ね、30万とかもいってんだせいぜいそんぐらいですよ長い時間でなんでその大ベスト年間ランキングに入ったとかじゃないんですよね実際問題、うん、でもやっぱりそういう本が実はこう影響を受け与えてるだからある意味非常識とかもね読んだ方がいいと思うしじゃ非常識を読んで でカニメンタルを読んだ時にどこが、ね、似てるのかとか,、うん、かそこが肝になってくると思うんですよねあと本当に長倉さんが編集されたあの石井先生の、はいえっと、本すみません今生の「心のブレーキ、ね」のエッセンスもものすごい僕は。 あの自分なりには詰め込んだ,だ、ね、心のブレーキに関してはね本当石井さんが完璧に作ってんだよねはい俺はもう全く手を出してないんで、うん、なんか多分ね目次見出しにちょっと手を出したぐらいで、うん、石井さんって本当に完璧にあの原稿を作ってくる著者なんですよええー、<う>面白いです、ね、だから一週入稿1週間前ぐらいもう締め切りにしたんです僕 <laughs> だからもうそのまま流せるみたいな <laughs> はい,はい,はいはいはい。す あの僕の中ではやっぱコンテンツ作りでは、まあ、僕,ら僕よりも上だなと思ってたんでだから最後の僕は一応編集者だったんでなんか最後の決定権はいつもこっちが持ってるって決めてたんですけど石、はい、石井井ささんんだけは最後石井さんに決定権を悩んだ時に石井さんに聞いて石井さんがこっちっていうものを全部選ぶっていうか。 でもさあの心のブレーキのあず方でしょあれって結構表紙にさすべてを注ぐ込となんだ表紙はそうですすげえ頑張りました表紙はすげえ頑張りましたねクだしさあと客の客の言葉だか90日の裏ですよね90日の裏にあったあなたの会社が90日儲かるの裏にあった実績の客の声みたいなとかあの表紙はすごかったんかロイヤルストレートフラッシュみたいなさ CD もつけてもりもりにしましたよね でもあんなのもすっげえ昔なんでね1 6五5年ぐら、ね、い前なんで、うんうん、でもあの本もやっぱり長く売れてる本なんですよねいま、うんうん、だに多分売れてると思うんであのぜひねそっちも読んでもらいたいなと思いますだからなんかそういうのを読んで、はい、なんかそれに影響を受けたらこれを読むとそうそうなんかいろんなヒントがねあると思うよ、うん、だからずっとさあれからずっと流れてきてあの伊藤さんが 第五世代みたいな。じゃあ第四世代って何なのかっていうあれですか。ちょっと行ってみたかったな。第五世代としてさ、その。今ヒットを飛ばしてるってこと。やっぱあそこからね、脈々と流れてくるの、ここ、俺なんか見たらさ。あの、紙メンタルのこの表紙とさ。あの、心のブレーキ。とやっぱり、ちょっと似てるもんね。うん。で、本当、あの、まあ、ここだけの話なんですけど、長倉さん初めに僕すごい悩んでて。最初の一文。 これをだからオマージュさせてい,ただいたんですよ、うん、これが多分あるとないとで全く違うものになってた気がしますこの最初の1行が。でこれは本当に心のブレーキのその話を僕は永倉さんから聞いていて、うん、この一文に全てが立ち読みした時にっていうだからそこはすごくこう何 <laughs> かこう, <laughs> う、ねはい、意識してましたというか<そ>、はい、でもこれれはだだいぶあれだねだか本当になんか。 凝ってますね、中身も。なんか、こう、こういうのをつけたりとか。そうですね。まあ、あと、その、はじめにに、やっぱり、その、のビフォーアフターというか、うん、読者の声を入れるっていう、ういうあの、長倉さんに教えていただいた。<laughs> で僕あの <laughs> すごい思い出したことがあって、うん、あの、うん、その一緒に児玉さんと首でも年収1億円をつく、うん、作ってる時に。うん、あの長倉さんにもう一番初めのところに読者の声を入れろって言われてたんですよ。うん、で長倉さんの指示は初めにの中に読者の声を入れろって指示だったんですけど、うん、僕。あの関東一発目の初めにの前にもういきなりなんか読者の声入れちゃって。うんうん したら、なんか、あ、意外にいいじゃんみた。新しい、ね。うん、<laughs> すごいね怪我の巧妙でしたね、うん、あれは。うんうん、あ、すごいね、それって。はい、あ、いい話だね、なんか。そう、でも、なんか、多分、なんか、僕は思って、思うのが、なんか。うん、まあ、僕とかも、当時ね、そうだったんですけど、やっぱり、インターネットで、なんか、物を売るみたいなのとこもやってたんで。 やっぱ今ってなんかそういうのに見慣れてる人たちが多いかなと思ってて、うんうん、結構だから僕ね例えばじゃあインターネットで物売りたいとか情報発信したい人とかって多分伊藤さんとかみたいに例えば神田さんのある種流れをなんかルーツが神田さんとかにあるような人たちが編集した本を読むとなんかその情報発信の仕方 っていうのがなんかインターネットでも僕通じるものあるなっていうふうに思うんですよね。例えばじゃあお客さんの声先に入れるとか、もう含めてですね。だから特にそのね僕らもそうだったんですけど、やっぱ前書きは本当にセールスレターそのものなんで、はいうん、だから本当に何か売れてる本の前書きとかをなんか徹底的に集めてね、それを研究するっていうのも僕結構文章力としてはいいかなと。セールスレターだね。確かに、ねうん。もう本当に思いますよね。そうですね。あと僕はそのやっぱり長倉さんに教わってやっぱ編集者。 どの編集者が作ってるかっていう編集者読みっていうのを結構やってまして、うんうん、僕はだから長倉さんが作った本と飯沼さんが作った本は全部読んでチェックして隅々までどういう言葉遣いとどういうテンションでどういう小構性で持ってってるかっていうのはひたすらその研究してましたね。うんうん、それは、ね、本本当当にありがたいですよね,、はい、まあね飯沼さんって本当に、あのー なんだろう1分間勉強法とかね、はい、多分年間ランキングとか取とって兄貴とかもそうですね、うん、そうですね。兄貴とかのやつもそうですけど、うん、まあちょっとね昨年ちょうど1年ぐらい前かな亡くなられちゃって、うん、本当になんか残念だったんですけども彼なんかもある種その、まあまあ、彼ねここにいるわけじゃないんであれですけどやっぱでも神田さんっていうか,なんかフォレストっぽい本を他の出版社で作ってたみたいな感じですよね、うんうん、多分。 だからその僕らがやってたのをなんか普通の出版社だったら多分なんか嫌がられてたんですよね多分僕らがやってたことって。でもそれを当時は多分中継でしたっけ中継にいて中継出版にいてまあ今は k a d のグループに入ったと思うんですけどもそこにいてなんか結構僕らのやってるようなことをや,やってヒットを飛ばしてくれててんでだから結構僕らのことをリスペクトしてくれててですね結構その後 僕が独立したとかも結構飲ませてもらったりとかしてたんですけど、うん、でも本当にあの彼もそういうスタイルでしたよね、うん、どっちかっていうとそのなこうまあ交渉か交渉じゃないかって意味じゃなくになっちゃうけどなんかそのそれまで本当に神田さん以前のビジネス書の世界って本当に超エリートが小難しい本作ってるってイメージなんですよね。うんうん それがその柔らかくなっていったっていうのがある意味その神田さん以降のビジネス書の世界でそっち側で活躍してたのが例えば飯野間さんんとか僕らだったんですねでもあとあの神田さんの,その「あなたの会社に90日にかう」って、うん、あれが出た後にすごくその柔らかい本っていうかさ、うん、そういう柔らかいビジネス書が出てたんだけども。 結構分かかっっててなないいうさめちゃくちゃいいのもありましたからね。とか表紙ピンクにすりゃいいってもんじゃねえぞっていうのがすごくあってやっぱその辺はやっぱ分かんない人分かんないよやってきて僕らみたいにねそういうふうな読み込んで何がいいのかっていうの分かってなくてただただちょっとねちょっと口調を少しねタメ口口調にしたりとかピンクにして目立たせりゃ それが受けけるるんんだろうなんててあるけどねねっあどやっぱりでもリズム感重要だなと僕は思ってますよね,ね、うん、文章の。やっぱ文章のリズム感って多分なんかそういうジャンルの本を読んでないとなかなかきついかなと思いますね僕とかはどっちかっていうともうルーツっていうか最初がもう神田さんたちなんでそれ僕は逆にそれしかできないんですよねいまだに。だからあれがパンクなら僕はパンクしかできないですよ、うん、はっきり言ってねその音楽であれば。うんうん、でもやっぱりその で伊藤さんとかこういろんなことやってきた中でこ今回なんかそういう流れを採用してるっていうので僕はまた伊藤さん独自のなんかものが出てると思うんですよね。でそれをまあ今度またね伊藤さんが今編集長になられて部下とかに伝えていくっていうことだったりとかするんですけどこの話は、ね、して次の話としてじゃあ今後どういうなんか著者が売れるとかっていうなんか狙ってるジャンルとかありますか コミュニティと SNS っていうのは間違いなく必須かなと思いますね。うんで,すうん、でもそこってなんかそのなんか僕らの時もそう僕らの時はどう、まあメルマガとかだったんですよね。はい、メルマガの読者がどんぐらいみたいな話が結構多くてでだから僕とかは逆になんか。 もう一緒にメルマガ作るところから一緒にやり始めたみたいなのがあるんですけどやっぱり伊藤さんたちもやっぱそういう活動っていうのは、ね、最初から一緒にこうコミュニティとか作っていきながら本を出していくみたいな。なので SNS 例えばブロガーさんでしたらもう本を作るという前提でテーマを決めてそのブログを毎日更新してるっていう形でもうそのブログの編集から。 そうすると全然やっぱりその,ユニークユーザーの伸びが変わるっていうう本当に名倉さんに教えてもらったそれもすごくまた今勉強になってる言葉で「自分を信じるな」っていう言葉を僕がもらった時に。 その時は意味が分からなかったんですけどあそういうことかとあ南倉さんが「僕は絶対に自分がやるときは誰かの第三者にプロデュースしてもらう」っていうじゃないと自分が自分で見えてるやつなんていないってずっとおっしゃられててそれがようやく今になって分かってやっぱブログを自分で書いてるだけだとやっぱユニークユーザーも伸びないんですけど第三者からそういう視点で強めってここですよって言ってじゃあこのテーマでやりましょうっていった瞬間から。 伸び始めていく。でもそれはすごいよね。俺でもブログ伸ばせる自信ないもんね。いやいやいや、全然あります。いはい。ええ、それはすごいな。でもそこが結構意外とそこを飲めない方が多いなっていうか、自分で何でもやってしまおうという。ああ、その著者が結構ブログ書いてるのが。とあとやっぱその自分が自分のことを一番分かってるって思い込んでる人が多いから、他の人の意見を聞かないとか、指示を聞かない。 っていうことはすごくもったいないなと思うので。いや、でも絶対僕もなんかいろんなところで言ってます。けどやっぱりフィードバックもらわないときついっすよね。はい、その友達とかは絶対いい、いいとかしか言わないから。周りの人間は素晴らしいとかしか言わないんですよ。でも、プロの目っていうか。はい まあ特に編集者の目とか編集者からのフィードバックをもらうって僕は結構重要だもちろんどの編集者からってのも重要だけども、うん、っていうのはなんか僕はすごい重要だなというふうに思って,てだからよくさ健太タ前さあの「今の付き合い全部きれい」みたいなことさ言ってたじゃな、ねはいもそれってまあ,あのちょっとひでえなとは思うんだけども <laughs> ある意味正しくてさそれはな何かっていうとやっぱりその「いいね」「いいね」しか言ってくんないんですよね。 その辺全部切り捨ててさ新しい人が、うん、初めての人が見てそれがあのどれだけ評価してくれるかっていうところは、うん、測らなきゃいけないよね、うん、どっかでね。あれですかねこれから伸びる人はじゃあ周りに怒ってくれるとか叱ってくれる人が多い人は伸びるのかもしれないやっぱそれを言ってそれを言わせれるなんか器量も欲しいですよね。うん、やっぱりなんか一人、うん なんて小山の結局 SNS だけでも本なんか出してなくても結構こう小山の対象的になれる人もいるじゃないですかコ、はい、ミュニティ持っててそういう人たちって結構きついなと思うのがやっぱりその言ってくれる人誰もいなくなっちゃういやほんとそうです,ですよねしかいないんですよでもそれが気持ちよくてやってる人もいるんでしょか 本は売れないな。本は売れない。あとやっぱりもうコミュニティも衰退していくと思います。うん、持って二年ぐらいだと思います。うん、そのイエスマンしか置かなくなる。<laughs> あのー、はい。だからそこで満足し。 してればいいんじやでもやっぱりなんか僕らはね編集者からすると出版の世界知ってるとやっぱりベストセラー出た先の世界ってやっぱ違うじゃないですか著者たちってやっぱり全然別世界にいけるじゃないですかあ,、はい、あれをなんか体験してほしいっていうか違う世界に行ってほしいっていうかねそのやっぱり本ってやっぱねすごいなと思うんですよねやっぱネットだけでどうにかっていう世界とはまた違うのかなと思うしあとやっぱこういつもね言ってますけど「になる」っていうのはやっぱね結構なんかやっぱり。 なんですかう嬉しいというかこれ出来上がってくるのね。やっぱり電子書籍で僕読むけどでも自分が作ったのは本にしたいみたいなのはやっぱ長倉さんに教えてだいた時空を超えるっていうのはいやほら神田さんの本今読むってもまさにそうじゃないですか今神田さんが多分あれかけてたらかけないしかけないよねあの時のすごいエネルギーがね熱量がね違うもんね。 ね、あの多い少ないっていう意味じゃなくて質が違うからね熱量をパッケージングできるっていうのはもしかしたら本だけなのかもしれないですねど、ね、カバーも含めてそれが意外,と意外とそれがね伝わるなと僕は思っててやっぱり勢い,じゅい、まあ、僕の場合は勢いを結構重視してたんですよね作り込むっていうよりは。 最後の方っていうか編集者最後の方とか本当にもう1週間ぐらいだったんで大体もらってから原稿がみたいな、はい、それぐらいの勢いでやってたんで、まあ、もうちょっと時間かければよかったなとかありますけどもちろんかちょっと異常だっな今ってなんか結構データとか入れるのって早いんでしょなんか業界的に。早いですい っていうところもあるね。あ、そこはそうだよ。そう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 。でも、お、すげえなと思って。2ヶ月前とか行って、俺、そこから書き始めさせたのにとかって昔。そっから企画が通ってみたらありましたよね。それぐらいなんで、すげえ早いなと思って今とかって。でも逆にお二人にお伺いしたいのが、そのコンセプトメイキングとかメッセージを発信するときとかって。 まあ、その中西さんでいうところの疾走感とかってどうやってこうつけるんですか文章に疾走感とか、まあ、エッジのの効いいたコンセプトを作るとかっていうのはだからさそれもよく、ね、伊藤さんからもねいろいろその中西さんのいつもの,その,いつもの疾走感とかうん、うん、いつもの,あのスピーディーとかっていうのをお願いしますって言われるんだけどもうん、うん、自分でさど,ど,どういうふうにしたらその疾走感が出てるかっていうのはうん、うん、もう。あの わかんないっていうかそのテクニックでこれをこうしますっていうと細かく考えるとわかるんだけどもあの手癖で書いてるからもうだからリズム感とかっていうともう黒人みたいななるほどもうあのベースを買って弾いてるみたいな手で覚えてるみたいな体が動き出すみたいな。 酒ではうまないよ。<laughs> だからそれって多分ひょっとしたら僕神田さんに本とかをずっと読んでるっていうかさずっとラの段階から読んでるわけでしょ、うん、ずっと。でその蓄積はあるのかもしれない。かその辺か僕はだからもう逆にそれを見てたんでだから僕はいつも言ってますけど神田さんね中西さんが作った神田さんの本を。うん もうパクったというかそれをまねそれのコピーをやってたみたいな感じですねテーマを変えてこういう歌いだけど育ちだよなそうです育ち編集者としての育ちがそういう育ちを慕ったから多分んかそれまでの編集者とかって多分クラシック音楽でちゃんと音楽大学出てたみたいな音楽部を出てた人たちだと思うんですけど僕らは本当に何かパンクっていうのを目指してたんでんかもう「路上から」もう弾けなくていいとんか指びしゃすばりに弾けなくていいみたいな 感じを目指しててたっていうのはすごくありますよねだからその疾走感しかないみたいなもう薄,薄けや薄いほどいいスカスカならスカスカほどいいみたいなのをやってましたねあと健太は長倉さんがね言ったのです結構覚えてるのはさ、まあ、すごいすごいなんだろうなスカスカというかさほん <laughs> にもう何行かで終わっちゃってみたいな本っていうのを作ってるわけじゃない <laughs> 特に健太作ってる。ええ、でそれれで健太言っっててたのはこれをどんどんん売って こういうのしか読ま、こういうのしか読めない人間ばっかりにしてやる。えでも今実際その世界、そういう世界になってる。しちゃったことに対して罪の意識がある。そうそれと罪の意識ある。だからそのた本、そういやそうですよね。うん。だからなんかその結構なんか僕は独立した後に意外と会うのが、お俺もノーコさんやってたんですかみたいな。結構それって結構多分ああいう本しか読めなくなっちゃった人が出てきちゃったのかなと思って。でも俺たちのせいだよ。そうそれはなんか申し訳ないなと思っているんですよね。そうそう。だからね、例えばこういう見えるのかな。これで こここうういににしてさペンみたいな感じで伊藤さんそういうふうにいろいろテクニックを使ってくれてるんだけど結構我々もほら太字を入れたりとか結構でか字ね結構いろいろやってきたんで途中で飽きたことあったじゃんそれでもうこういうのっていらないのかなって思った時あったんだけど最近ね本当に最近すごい20代の女性若い子と話しててこれこういう本作ったんだみたいな話じでこういうふうにねあの なんかこれ結構うるさいかもしれないねって言ったらば、はい、あ、私こういうふうに開いてこういうのがないとあの買えませんって言って、へ<ー>そうなんですよ。本当に？そうなの。今これだから二色じゃないと結構きつい時代になっちゃいます本を買う基準として書店で見てバっとやってこういうふうにその重要な箇所とかがちゃんと色がついてるかついてないかっていうのがその基準になんでそこだけ読めばいいっていうのも出てきてね。そう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 。へ<ー>うん、えでも僕長倉さんにいいですか質問をさせていただいてあの。 そのカウンターカルチャーだったわけじゃないですかクラシックに対して <laughs> で実際にその、えー、と動き活動をされてカルチャーが変わったわけじゃないですかうん、うん、カウンターカルチャー側に。うんうん、でこういう本がこう、まあ、はあの世にこうベストセラーになっていくことに対してどう感じてますか、うんうん いやでもなんか本ビジネス書を読んでなかった人が読むようになったっていうのが結構大きかったなと思うけどでもどっちかというとなんかもう今はなんかインターネットの流れだなと思ってて、はい、なんかみんな僕は基本的にインターネットビジネスっていうかコンテンツビジネスみんなやれっていう風うに思ってる本ですよね、はい、やっぱり本当に僕結構ジャパニーズドリームだなと思ってて、うん、日本ってやっぱりなんか僕インターネットが一番のなんか学歴なくても 何なくてもなんか下手すら1億稼げる世界だと思っててなんかそれのきっかけにまず本とかからみんな入る人もいるなと思っててだから僕はだから結構広まるのは全然いいなと思ってますけどねただそれがなんだろうな広まってはいるけどなんかやっぱり認めたくない人もいるのは分かりますよねやっぱり世の中的になんか一回なんか面白かったのがなんか なんだっけな、なんかどっかの雑誌で、なんか、年間ランキングの特集みたいなって、僕が担当した本二冊ぐらい入ってたんだけど。完全に無視されてたんで。んコメントがないんですよ、<laughs> はいはい、僕の本だけ、だから、なんか認められてないみたいなのがあるんだけど、うん、でも。伊藤さんだって、角川とか大手にいて。うんうん、まあ、こういう本、これはまだいい、いいとしても、なんか。うん、なんだろうな。まあ、どっちかって、僕らっぽい本を作った時に、なんか。うん あんななの本じゃないぐらいいいいこと言ってくるやつはいないいやいますよだにやっぱりその <laughs> そ、ね、<laughs> この神メンタルとかでさえそういうふうに思ってる編集者の人とかまあ、うん、本屋さんの人も、ねはい、いると思いますけど、うん、だから別に全然そういうのは僕は永倉さんの背中を見てるので、うんでんか相手にしてないというか、うんうん、はいだってあの,あの神田正則先生がさ、うん、求人誌出した頃なんてもうもう。 大手広告代理店とかに喧嘩売ってた本だからさ、うん、もう結構なしかとを食らってたよこれスト食感は、うん、どこも扱ってくんないあんだけねブイ,ブ,イブイ言わせてたのにで,、ね、で日経にもあの広告もね、はい、ガンガン出してたのに全然その表彰とか扱ってくんないしっていうところなんだこの本ってち,ちょっとねその嫌がられたところあったのかもしれないよ、うん、でも 人の役に当たってくからね。うん、結果がすべてですからね。ナ倉さんの理論と。<laughs> あとやっぱり楽しいかなと思ってて、なんか著者となんかタッグを組んでる感っていうのが僕は一番楽しかったんですよね。だから主に無名新人というかまだ売れたことない人でやってたっていうのがあって、なんか伊藤さんもなんかそういう感じでやられてるなっていうのはなんとなく思ってて。いやそうですもう教えをまっとうし、ん、て。でも面白いよねそれの方が <laughs>、はい、なんかその。うん ただただになんかドライなさ、著者と編集者の関係みたいじゃなくて、なんか一緒に売って交換っていうのがいいなと思ってるんでしょ。あとそうそうだからさっきの話だとさ、これあの星さんのこれってあ星さ二作目なんだよね。それで実はあの神田さんさんの九人数モーかるって神田さんの二作目なんです。あ本当は。そうですね。みんなねデビュー作だと思ってる。あれ二作目なんですよ。うん。第一部でしょ。第一部。息子さんで。しょさんで。しょうでなんとかって。あれ二作目。だから。 一,一発出して、はい、それで面白いのに,に残念だなっていう時にだからこう本を書く人にもいたんだけど一,一発出して諦めちゃいけないっていうかさ、うん、それで次それを踏まえて次にあの伊藤さんさっき言ったようにその覚悟を決めて、えーうん、やると2作目でだからブレイクするっていうのは、うん、なんかいくつか例は知ってますね。 僕は当別さんとかね、2枚目、3枚目もありますし、あとはだから、ブレイクした後は、なんかそこからどういうふうに伸ばし続けるかっていうか、その次の本、次の本を、だから結局やっぱり、偉そうなこと言うとあれなんですけど、やっぱり見てて思うのが、なんか微妙な本を出していっちゃう人たちも多いなっていうふうに思ってて、だからそこがちゃんとね、編集者とタッグ組んでる人たちは、あのまね、いろんな編集者とやると思うんですよ、売れていくと。そんな中ででも誰か アドバイザー的な編集者が一人いるといいなと思いますよね。 そうするとやっぱりこの本はないんじゃないのみたいなのとかはできるかなと思うんですけどね最近その SNS のおかげで名倉さんが作りたかった未来というかが実現してきていて初著書をやった方がベストセラーの確率が高いっていうのはようやく検証されてきたんじゃないかなっていう空気感はありますよねやっぱ。 なるほど他作の人とかやっぱきついですねあと。まあねやっぱり売れなくなってきたらもうどうにもなんないよねで,で結構付き合いで出しちゃうじゃん編集出版社が、はい、そうなんですよあれだとエネルギーなくなっちゃうよ、ねうん、多作イコールあ出せるんだなっていうことになっちゃうからネタあるんだな出せるんだなだからその あの編集者でもほらノルマがあってさそ,、ね、それをこなさなきゃいけない編集者っていうのは、うん、やっっっぱそちちに安易にいっちゃうよねううで企画が通りやすいんですよねなんかその社長とかも知ってたりとかすると著者が。うんうん、なんかその 熱量なんかやっぱり無名新人をなんか売り出す時の厚さっていうのはやっぱありますもんからね。あとは本当にインターネットのおかげで、うん、その無名新人でも他で評価されてったりすることがデータとして数値化されるようになったじゃないですか。うんうん、だから企画も通りやすくなったんですよね。ああそっかその企画が通りやすいのかユーチューブで10万人とかいたら通る。だから長倉さんの頃はやっぱりそのもうその指標がなかったので、もう無名新人の時点で問答無用で企画通らなかったわけじゃないですか。 でも今はあの例えばツイッターが5万人とか10万人いて本、うん、の実績はないですけどすごく、うん、あのさ才能があるっていうの人が出しやすくなったので。でね売れてるもんね YouTuber とか、はい、普通にね。なのでやっぱりその本当に新人、うん、無名新人ではないですけども、まあ、YouTube で有名だったとしても。うん 本の所蔵作っていうところがやっぱ一番ベストセラーになる確率 1>,、うんうん、1冊目か2冊目しか多分ないんですだからこれから本を出そうとされてる方はやっぱ1冊目か2冊目で勝負を決めるっていうことは必要なんじゃないかないううにい逆にやっぱり本出したいんだったら情報発信っていうか SNS は頑張っ、うん、必須って感じですこう 企画会議で通るか通らないか、はい、影響っていうのはやっぱりもろあるのやっぱり、はい、っぱそうだよね。あとやっぱ面白いなって思ってるのはその情報発信長倉さん本当10年前から言われてた、うん、情報発信しろ <laughs> 情報発信しろって YouTube とかな、うん、ない時に、うん、で本当にすごいなって思ったのがあれってなんか僕やっと意味が分かったんですけどマーケティングなんですよね。反応を見てるんですよね。うん、マーケティングでしかないからだから僕はだから。 目的がない上発身はやるなっていつも言ってるんだよね。だか、はい、なんか、ただ自分がやりたいからやってるみたいなやついるじゃないですか。うん、そんなのなんてやる意味なくて、だからビジネスにつなげる、<laughs> はい、もしくは人生を変えたい <laughs>、うん、とかって目的がない限り、僕は上半身、まじ意味ないなと思ってるんで、だから僕のかもやっぱ実験というか、特に、やっぱり何がはま、なんていうのかな。 やっぱりなんか今でも思うのがど,だどういう言葉が受けるのかなとか,、はい、なんかその実験はありますよね、うん、全然受けないことも外れることの方が多いけど、うん、なんか意外とこんなことが反応するんだとかっていうのはありますよね、うん、その仮説を立てて検証している人じゃないと結構あの厳しいかなっていうニュアンスは、うん ありますね、うん、ただ単にこう情報発信しろって言われたからやってますみたいなのは自分の頭で考えて仮説でこの言葉が刺さるって言って刺さりませんでしたじゃあ次こっち刺さりました、うん、じゃあこっちが当たるんだなって思ったらブラッシュアップしていくっていうのの繰り返しを情報発信のツールとして活用していくっていう人がどんどんやっぱ勝っていくっていう時代なのかなっていうふうに、うんうん、だから検証するって意味だとだから目標としてね例えばじゃあ売り上げいくらとか。 あとは分かんないフォロワー何人とかっていうのはやっぱ目標を立ててそのために動くっていうのがそうですんか結構重要かなというふうに思うんですよね,、うんすねうん、いやおっしゃるとおりでやっぱ目標がない情報発信はの意味ない,ないっていうのは僕はいつも思いますいいははい思いますよねうん、うん、じゃあ今後はなんかジャンルで探してる人とかっていいます,うす、ね、こういうジャンルがいけんじゃないかなみたいなジャンルですかね結構伊藤さんっていろんなジャンルやってる,、ねるね、あでしょ そうですねでもやっぱ作家になりたいっていう人が今まで僕、うん、<laughs> 星さん含めてお会いして3人ぐらいいるんですけど、うん、今温めてる企画もあるんですけど、うんうん、やっぱ考えてること面白いですよ、ね、本作家になりたいってことはある意味こう本だけで生活したいってことでしょそうですそうです,そ,うです、うん、それはやっぱり相当気合入ってないです気合入ってますね <laughs> 今時ねだって、はい、本だけで食うなんて実際大変だっての分かった上で言ってるわけでしょ <laughs>、はいうん そんななんか印税で上うはわうわ生活できるんだとかっていうんじゃなくて、そんで,、ね、で生活するのは厳しいって分かってていうわけでしょうん。それはそうだよね。うん、あとやっぱ、その最初は自分で書くっていう。うその覚悟と気合がある人っていうのは、多分勝ち残っていくと思います。うん、あ、そうだね。やっぱ自走ね、やっぱ自分で書い、まあ、あんまりね、言いたくないけど、やっぱり。 でもビジネス書いた人多いから、ビジネス書はね。やっぱりなんだかんだ、はい、それしょうがないんだよ。あの、やっぱりビジネス書やってる人ビジネス書書く人って本業じゃないからね、著者が。うん、うん。っていうのもあるので、ただやっぱり自分で書いたことあるかどうかっていうのは結構ね。 あの僕も重要かなと思いますで僕はな何だけ自分で書く人は探してましたねあ僕もだから今は本当に自分で書く人しか仕事をしないっていう形になぜか、うんうん、一緒になってます、えー、やっぱりねその昔はまだ分からなかったと思うんですけど今の人って結構敏感な気がしていて、うん、こいつ自分で書いてるか書いてないかって多分瞬時で分かるような気がしてるんですよ、うん、立ち読みのレベルで、うん、だからそう考えるとあのやっぱり自分で書い ものでお客さんは多分そのなんか僕すごい面白いなって思ったのが堀江さんが「俺自分で書いてねえし」って言った瞬間から堀江さんんの本売れ始めたんですよだからその過程がライターさんが書いてようが本人が書いてようがっていうそこが大事なんじゃなくて誠実か誠実じゃないかっていうことが大事なんだなってその。 一連の動きを見て思っ書いてないとどっかで後ろめたいのかもしれないですね著者がね聞かれてもね困るもんねどうしてこういうふうに書いたんですかみたいなそうですその時やっぱ売る段階にマーケティングの売る段階になった時に「辻褄があなっくんですよねインタビュー受けたたななないいみそんなこと書いたっけ?」みたいなニュアンスになったインタビューになっちゃうんでそれだから後々やっぱ売るフェーズになっても自分で書いた っていうのはすごくプロモーションでも生きてくるというか、うん、まあそうだよね。やっぱ熱あとはまあ熱量の問題もあるのかもしれないですね。はいうん まあその辺はもうね、中西は一応、ゴーストライターとしても活動してますもんでね、うん、ちょっとあんまり <laughs>。いやいいろんなことは言えないけど。<laughs> いや、はい、言えないけど、まあ、本当に業界的にはね、本当にそういうのが、逆に書いてる人の方が少ないくらいになんかあんまり言っちゃいけないの。もうなんか、もうそういうのがなんかオープンな時代になったんだよね、なか、まあ。オープンじゃないだって10年ぐらい前って、うん、本当になんか言っちゃいけないみたいな。うん、そうですね。うん、なんかもう、そういうことは言っちゃいけないと、本当に。はい。っていう売りだったら、なんか、 そういう何ことやってますって本出してる人いますからね。うん。グライターそうそうそう。ゴーストライターって言葉ももう死語かもしれない。あ、そうです。ゴーストじゃじゃないもんね。グライター。あとライティング担当とかね。うん。そういうの言うけども。そうそうそう。だからそれがね悪いとかじゃなくて全然。ただその伊藤さんの今の基準はそういうことだっていうことですよね。 だって編集によってはもう全然ねその逆にそのすごいチーム持ってる人たちもいるわけですよね。うん、あのうまいのが書くライターと自分で編集者がいてそのそのね2人とかもしくはその周辺の人たち1個の編プロと一緒にこうタッグ組んで年間20冊ガンって出していくみたいな、うん、そういうチームを作ってる。うんはい 連中というかね、人たちもいるので、うん、なんかそれは人それぞれのスタイルかなと。うん、ただね、結構でも僕もその出版社時代に心がけてたので内製なんですよね。その中でどれだけ作るか。僕はだから基本的に、うん。 あのー、まあ、中西さんはね、もちろん知ってると思いますけど、当時僕らって絶対に、外部の編集者とかも絶対入れなかったし、うん、泣いたケースのライティングも入れなかったし、あと企画を外部からっていう出版社も意外とあったんですよそうですね。込み企画とかね。そうそう、それも全部やんなかったっていうのは僕は徹底,、うん、徹,底徹底しました、ね。うね、<laughs> もう超徹底しましたよ、僕。はい、あのー、やっぱりなんでかっていうと、編集者の意味がないっていうか、ただのなんか、うん マネーージャーなんていうのプロジェクトマネージャーになっちゃう場合があるじゃないですか、はい、流れ作業そうそうそう編集者も外にいて企画、うん、も外で著者もあれだともう、うん、もうジムじゃんそれみたいな、うん、それを求めてる出版社もあるけどねだからかだからそこはその本を出す人もそこはちゃんと見極めないといけないのかなっていうとこ、うんうん、なんか本当に流れ作業の管理をしてる人その全体の、うん っていうのがなんかあったりとかしてなんかそこはなんか面白くないしなんかそういう経験をなんか部下にさせる意味がないなと思ってたんで、うん、なんか基本的にはなんか自分で考えろみたいなのは徹底しました、うん、内政にするっていうのはもう,そうだ、ね、もう持ち込み企画だけはや,や,、ね、やらないようにみたいな感じで言ってたぐらいですけどあと長倉さんに質問なんですけど、うん、そのやっぱり累計1100万部っていう圧倒的な数字を作ってたわけじゃないですか。 タイトルとか企画ってどうやって思いついてたんですか？いやもう今でもそうですけどだから別に売れるか売れないかは別としてなんかいつも考えているからなんかこういうの面白くねえみたいなのいつも日常日常で日常でこういうの面白くないみたいなだから今は本作ってないから結構楽なのがはいなんかすぐ出せるんではいなんかこういう例えばじゃセミナーやりますってことかだったらはい。はい すぐ出せるから、まあ逆にだから深く考えてないからまずいかなと思うけど、うん、なんかそういうのは、<laughs> あとやっぱり売れた理由はやっぱり時代が違いますよ、やっぱり。今の時代の方が全然大変だと思う。状況を見て、うん、数字とか見ても。うん、本。本,本自体が。<本>やっぱ木の国のパブラインとか見ても全然数字違うんで、うんうん、なんかすげえベストセラーって言われてて、まあ木の国のパブラインっていうのはそれで、ね、ポスデータみたいなのを時々見せてもらうじゃないでしょ誰かに。 えこれしか売れてないのみたいなこ,のこんだけ有名な本がみたいな<ー>もっと数字いってると思ってたみたいな<ー>実売がっていうのが結構あるんでだから10年前じゃないですか僕がやってたのってだから2000年代ってすげえ本売れてたんですよねビジネス書。でも年代、ね、有名なあの、ね、あの本のプロデューサーもみんな知ってるプロデューサーもあれだってう桁が2つ違うって言ってた、うん、の。かな 特にしかも僕の世代ってやっぱりその世代的にも多いんですよね人数がその要するに4昭和48年生まれみたいなのがめちゃくちゃ多いんですよ人数がだからやっぱりその同じ時代を生きてきたのでやっぱりその人たちに刺さりやすいんですよねその人たちはちょうどビジネス書を読む30代ぐらいの時にずっと作ってたんでそれもすごい有利だったと思います今しかも今ほどインターネットとか YouTube がないんで今って結局本と YouTube の戦いみたいな話になってくるわけでしょみんな。 その分時間じゃないけど時間をどこで取るのかっていった時にそう考えたらだって本と YouTube の戦いって言ったら惨敗じゃないのでもでもそういう世界になってきてると思うんですね本読むか YouTube 見るかみたいなねそこで本を選ぶっていうのはかなりレアなそう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 だからあれです YouTuber のグッズとしての本になっちゃったああだから YouTuber の本売れるのかあそうですあっそかそっかすごいもんね初速はいあそっか 悔悔ししいい感じはすするけどねねそうでだからだから,だから伊藤さんみたいなの意外といないんじゃないでもそのやっぱり SNS とかのからなんか一緒にそれを育ててから本出そうみたいな人ってやっぱいないんじゃないの普通そうですねああでも増えてはきてますか けどね第5世代がでもそれってさなんかそのネットビジネスのとんまなみたいなのも分かってなきゃいけないわけじゃない。だからね、あそうで児、ね、玉さんとやってたからっていうのもあると思うけど、うん、だからその辺が分かる編集者なんてそんないない気もするし、うん、そうですね、うん、あそ,うそうかもしれないですね情報発信っていうところのフェーズからそうですね感度の話になってきちゃうので、うん、そこはまた別の感度になると思うので、うん、編集とは。そ、うんうん、そこもねうういうのでなんか まあもちろん本出したい人とかも含めてなんですけどなんか僕が思うのはやっぱりなんか一緒にやってくれる人だから音楽だったらプロデューサーみたいな人っていうのをなんか早めに見つけた方が僕はいいなっていうふうふに思いますねやっぱりじゃないとやっぱり、ね、さっきもおっしゃってましたけどやっぱりなんだ自分で分かるセルフプロデューサーはマジきついんで。という成功してる人いないんですよね。 一部なのかなと思うけどね。その天才の人だけですね。本当にすごい人。でもそう考えた時にやっぱり誰かね壁打ちしてくれるというか、なんかそういう人がねあの見つけるとなんか情報発信とかも結構うまくいくんじゃないのかなというふうに思います。はい。じゃあそろそろ終わりにしたいでもなんか最近なんかこう売り出して宣伝したい本とかありますか？あ特にないです。ないです。ない。はい。じゃあねまだね星さんの本ね紙トーキュ対面タル読んでない人いたらね。 必ず買ってください。はい、本当今日ね本当にわざわざね来ていただいたんで伊藤さんにいえいえいえ、はい、またぜひ呼んでください、はい、じゃあまたね今度飲みに行ければなと思います、うん、はいありがとうございます、はい、じゃあ今日はありがとうございましたありがとうございます